時折後輩等が飛び出す今節ですが、直前の2レースでは3連単7万周が飛び出しました。シリーズの最終日、唐津ミニット開設18周年記念、ただいまからサンライズ戦一般戦の第3レースです。スタートラインに対しては追い風5メートル前後となっています。サンライズ戦一般戦の第3レース、3対3に真っ二つに分かれました。進入コースは内側から1番、3番、2番、4番、5番、6番です。スタートしました。ほぼ揃っていきましたが、ダッシュよく出ていくのは4号艇の森裕樹です。1号艇の鈴木がまずはそれでも先に回って刺して、3号艇の今村、4号艇の森は入れず流れました。外を回った5号艇の和田拓也がここは先頭に立った。スタートは前提正常でした。トップ5号艇の和田拓也、2番手の位置に1号艇の鈴木、離れて6号艇の城滝、2マークトップで5号艇の和田、続いて1号艇の鈴木、3番手で6号艇の城滝がホームスレッジ。上位体系は5番、1番、6番です。その後方に2号艇村本大成、3号艇今村信孝、4号艇森裕樹は最後方で追走です。2周目の1マークトップで5号艇和田拓也、2番手1号艇鈴木智弘、3番手は6号艇の城滝健也、上位の体系は5番、1番、6番で2周2マークへと向かっています。先頭は5号艇です。和田拓也、2周の2マークもトップでクリアしてきます。2番手が1号艇の鈴木智弘、3番手に6号艇の城滝健也、上位体系は変わりなく5番、1番、6番でこれより最終周回です。先頭は5コースからトップに立った5号艇の和田拓也が最終周回1マーク、2番手に1号艇の鈴木智弘で、3番手6号艇の城滝健也、近づいてくる4番手から2号艇の村本大成ですが、現在3番手は6号艇の城滝、6番城滝3番手をキープとなれば516の組み合わせ、516ならば3連単は 373.3 倍。ラストコーナートップ5号艇和田、2番手1号艇の鈴木、3番手は6号艇の城滝がキープとなりそう。まもなくゴール、5番ゴール、1番ゴール、6番ゴール、2番ゴール。